ナージョニュースの時間です。お疲れ様です。はい。というわけで行きましょう。はい、やっていきましょう。まあ1週間空いたんでね。最近重心から来ました。はい、あと、新調です。はい。まさかので新イベント開催と。はい。はい、ですね。結構割と量はありましたよね。量はあったね。最初に重心化からいきますか。行こう。はい。ドン。こちら。シンデレラは意外だった。正直。いや俺も超正直意外でした。ヒってなったし。まあでも木じゃないってのは。あ、そうね。木はそうか、ね。木はないなと思ってたけど。ヒか。あ、でもヒか。ヒ来たかったっすもんね。何から来たかったっけ。何から来たんだろう。確かにそう言われてみると来てないね。あ、今携帯持ってねえや。はい、はい、シンデレラです。で、貫通タイプスピード型、はい、でマインスイーパー L のアンチダメージオール、はい、ゲージなし、はい、で反射変化であのブロック無効にする、はい、発弾プラス8なんかですね。で、はい、友情がプラズマと超強貫通オーミング8、はい、はい、イラストも出てますね。出ます、はい、じゃあこの感想をちょっと言っていきたいんですけど、うん、ですね、これあれが気になるんですよ。誰から以来なんだろうと思って調べてたんですけど、いや結構っぽい、しばらく来てなかったんで重心化。あ、日のね、はい、うん、はい、まあそれは置いときますか。はい、シンデレラこれなんか話によると、あの反射変化プラスブロック無効の 88SS あるじゃないですか、うん、8ターンの方が16ターンの方が分かんないんですけど、うん、火力が高いらしいんですよ。かなり重心化倍率が割高いみたいなことをパネーさんが言ってて、貼ったので高かったらいいよね、うん、割といいんじゃないかなと思ってますね、うん、はい、ただもうパッと最初に思ったのが、結構ツイッターとかでも見かけてるんですけど、うん、あの超強管砲とプラズマが火属性、超強管砲が光属性になるんですけど、うん、これが逆だったらもうちょっと良かったよねっていう話をねしましたね。なんか火属性対火属性で使うってこと、まあ、多分ほとんどの人が野間クエのために言ってるんだと思うんですけど、うん、ああそういうこと、はい、超強管砲8が火属性だったら確かになんか複数性能、あ、確かにね、ランスロットクラスになるのかなっていうイメージがすごいあったんですけど、うん、あとステータスどうなるんですかね。ステータスはまあ、あのなんだっけ、蹴り入れてる方は高かったもんね、シンデレラ。え、そうでしたっけ。割と、うん、シンデレラは高い印象あるね。あ、本当ですか。俺あいつなんかキラー入れてる雑魚ってイメージが。そう、あの車に乗ってる方はね、はい、あんま高い印象ないけど、あ、そうですね、あっちはもう、 そう、はい、あからさまの弱さでしたね、うん、貫通タイプスピード型、ちょっと待ってくださいね、と火属性星6貫通で調べましょうか、うん、マイスイート、あー今ワルプルがいるんだ、ちょっとこっちで見てみましょう、はいはいはい、ワルプルとあれか。ただこいつのなんかまあ一番パッと見良くなったのとかゲージなしでしたよね、うん、これ割とだから初期ステータスが高めになるんじゃないかなって結構思ってて、うん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 、で攻撃力がこれが 28,000-9,000 あるものなら、うん、自強化倍率高かったら相当強いじゃないですか、うん、でかつ貫通タイプなんで地雷拾ってからのムーブがしやすいんですよね、うんうんうん、良くないですか。普通に 2.5 倍ですよね。 MSL はもうそうね、うん、文句ないやん、文句ない、文句ないじゃん。で超、あ、いやそんなことなかったわ、あっちの蹴り入れてる方も低いわ。そうですよね、なんか超弱いですよね、どっちもてか超低いね。そう、シンデレラはなんかね両方ともね、あのバランスよく弱い、うん、これ確かに元スタ上がってほしいね、うん、MSL ついたというより上がってほしいんですよね。なんでどうなのかなと。だからパッと見なんかスペック強くなさそうに見えるけど、意外と使ってみたらなんか結構使い勝手いいキャラになるのかなってイメージですけど、うん、使い勝手良さそう、うん、反射変化にも なるんだ。反射変化で SS もだからあそこ使えそうっすよね。あでもどうなんですかね、ちょっと僕あんまり回ってないんで正直言えないんですけど、うん、ブルータスとか、ああ、あとあれかジューダスもそうですね、うん、ジューダスもブルータスは結構普通に使えそうですね。 SS がちょっとどうなるか謎だけど、うん、ブルータス使えそう、うん、うん、で割とマグメルとかどうなのこれ。マグメル、マグメルとかもは、あ、そんなでもないのかな。いや、むっちゃ強いとは 100% 言えないですね。あ、はい、まずあそこはもうあそこで強いって言われてるキャラみんなやっぱルーペ攻撃できるのがメリットなので、うん、超強管砲がちょっとランダム性高すぎるのかなっていうのがあるけど、どうなんですかね、使ってみたらあるかもしれない、まあ、だったらまあ全然対、まあ、ノンノでいいってなっちゃうから、ね、ノンノでいいやってなるし、なら運枠1個増やすかになりますよね、うん、これなら。なんで、まあでも弱くはないですね、あと普通に現状のところだとね、うん、普通にマリシテン超強いだろうし、強いですね。
ただこの枠がもう今までワルプル進化しかいなかったんで、うん、ああいう限定とか少なくてシンデレラ持ってるって人はもう嬉しさマックスですよね、うん、確かに地雷ダメは少ないからね、うん、いやほんと少ないですね。貫通非属性で2体ですからね、これ2体目ですからね、うん、はい、だからもう使い分けできるんじゃないですかワルプルと、うん、まあ、ワルプルは遅延っていう強みと全敵の強みがあるけど、こいつもこいつで普通に強いキャラになったんじゃないかなと思ってますけど、うん、元のシンデレラを考えると、うん、元のシンデレラがちょっとね、うんうん、ただ正直これで捨て上がんないならあんま変わんない気がする。現状位置的には相当使われるキャラにはなんない気がする。捨てがなかったら地雷がだってそもそも広、うん、ねえ、ダメオだけだったら絶対やっぱ他連れてくじゃん、それで低いとなると、ね、地雷が出て本当に結構飛び抜けてね、うん、頭一つ飛び抜けない限りは確かに、うん、ただあれがいいっすよね、まあ、ランソロと4ターンと8ターン違うとはいえど、うん、マイスエールプラス3ダメージオール2分の1アンチブロックみたいなもんじゃないですか、うん、大体その言い方いいね。そう、2分の1 2分の1アンチブロックだからラック50のメレムみたいな感じでしょ。確かにね、そう2分の1一応そこだけね AB つく、そうそう、そこだけ AB つくから、まあ、でも反射になっちゃうっておまけつくんだけど、いろいろ変わるけど、そうだからまあ悪くはないんじゃないかなってすごい思ってます。意外とどっかで使ったりするのかな、ね、あとちょっとこのタイミングなんで起爆は怪しいです、ね、それはすごい思った、うん、起爆は思った、うん、で限定で来てるじゃないですか、ずっとミカエルランスロックスが次ハマるとか言われてるけど、あ、そう、ね、ワルプルハマる可能性ってあるわけだから、ああそうだそうなんだよ、だからワルプルがこいつとしてハマる可能性すごいあり得る、うん、これあ、それはあるわ、新第三爆絶限定理論、新、うん、新第3爆絶限定シンデレラ理論が今シンデレラ限定やってんじゃん理論も確かにね、だから それはあるかもしんない、ね、ワルプルとね仲良く、うん、これだとそうね、はい、ユークリとかだったり、ユークリとか、あ、ユークリだったら面白いですね、面白いよね、これ、うん、プラズマのユークリとかだって ないよね、いやプラズマいたっけ、あ、いたか、誰かあった、あ、セイヤだセイヤ、そうだ、プラズマ持っててユークリだけど、はい、こいつどっち、うん、大号令でユークリ発動したらクシナノにプラズマが乗るとかね、うん、まあ、イラストは結構ねシンデレラ感はなくなったけど、うん、元気よくなったかなっていう、いやそんな好きじゃないんですよね、はい、でシンデレラが、12月5日火曜日、はい、3時から重心化ですね、素材も 、はい、出るかな、ここで火属性3の光属性の重心流が2ですね、うん、はい、火3光2、まあ、いつも通り、はいはい、なんでいつも通りっていうか素材なんで、はい、素材ですね、次、はい、新調です。超ざいです。まあ、なんかこれよくわかんないけど、うん、何シリーズかちょっとわかんないですけど、わかんないですね。閻魔天、閻魔天、火が来ますと、うん。これは12月8日金曜日8時から2時間、はい、22時までですね。うん、イラストも出てるかな。なんかすごい孫悟空みたいな感じ。そうですね。悟空の反抗期時代。うん、まあ、強そうっちゃ強そう。うん、なんか火力は高そうですよね。火力高そう。なんか溢れ出すパワー型感。ああパワー型、確かにパワー型かスピード型って感じ、うん、あスピードもありそうですね、うん、悟空も結局そうだったからね、ありそう、はい、はい、でまあこれは特に、うん、あれスピードしねえかあの発表されてないんで、はい、あの来ますよという、来ますよ、はい、で新イベントですね、あれ今言いましたっけ、日付、日付言った、はい、はい、新イベント、はい、新イベント来ます、で12月2日土曜日12時から早速来ますね、はい、ますね、でこれが言ってたやつだったね、これクリスマスで来ると思ったよね、そうそうそう、違いましたね、アニメシリーズの、うん、新アニメシリーズの、うん、キャラクターが早速、はい、実装ということで、はい、じゃあまず行きましょう、ましょう、アップル、はい、火属性ですね、はい、で進化の方が紹介されてまして、うん、反射タイプバランス型、うん、アンチワープカウンターキラーを素浴びで持っててゲージがなし、で SS が貫通変化 SS の友情コンボが超強斬撃ですね、うんうんうん、はい、じゃあ次行きますか、はい、もうどんどん行きましょうか、はい、水属性ミスターエンパイア、ミスターエンパイア、これは神化が紹介されてまして、はい、反射タイプスピード型、うん、飛行 AGB にゲージが回復、うん、で12ターン号令 SS を持ってて、うん、超強貫通ロックオン衝撃波ですね、はい、6に、うん、ロックオン毒衝撃波3を、はいはい、持ってるモンスターです、はいはい、お次、はい、光、はい、リバティ、リバティ、これも神化が紹介されてまして、うん、反射タイプバランス型、はい、MSM ゲージアンチダメージオール、うん、でメテオ SS、うん、これ確かなんか20ターンとかやった気がするんですよね、ほうほうほう、確かで反射衝撃波6にエナサー S です、うんうんうん、なんかピンポイントでこれがまあガチャキャラ、うん、いろいろ超絶爆絶ハマるキャラですね、うん、まあ注目してるのはみんなミスターエンパイアかな、
これ見た時本当ね、俺エルドラドの裏に似てるって。ああすげえ思った、はい、あの都会の上に飛んでる、うん、摩天楼の上に飛んでる、ね、エルドラドの使い回しかなって思いましたあとなんか確かに似てるわ、はい、でラグナルクね、はい、使える、使えすげえ使えそう、まあ使えそうですよね、うん、まあまだまた飛行かってなりましたけど、な確かに、はい、回復ついてるのがいいね。回復美味しいですよね。回復美味しいよね。はい、あと超強貫通録音消費波、これまだ初なんでちょっと分かんないんですけど、うん、これがどれぐらいやってくれるんですか、ね。これあれやれんのかな。いやでも弱点消費波が出ないっすよね。やれるイメージがないんだよな。シャッシャって言って終わったらやばいっすよね。まあ、うん、またあれかな。対比 1.25 の遊撃エルとかかな。ああ。そうやったらありそうじゃないですか。ありそう。まあ、なんかミリ、うん、途中のなんか道中のあれでミリ持ってってくれるだけでもいいけどね。まあ、こいつに関しては。こいつの場合は弱点消費波と一緒で複数積んだらまたみたいになる。ああ、はい、それもあるね。ハンニバルとちょっと違うところは12単号令ですね。これがでかい。これでかいよね。でかいっすね。でかつ弾にもなるっていう、うん、これはね割と大きいんじゃないかなと思ってます。こっちのが積みたいわ。はい、これちょっとまたちょっとだけ上がりましたね。うん、ちょっとまた上がりましたね。これ枚数になったら完成ですもんね。うん。12単号令は助かる、はい、なんとかしてくれる場面多いんじゃないかな。正直これ複数積んでたらさ、いいよね。そうだよね。これで複数積んでてもお互い動かなかったからデメリットだったわけじゃないですか。これお互い動くからさ、12単号令だけでも12ターンでポン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 いっちゃいますよね。回転早いし。ニラコナ運枠のこいつ3体。これそれやりすぎか。飛行3体になっちゃうから。ノブックスこいつこいつみたいな、こいつ普通に使いやすそう、これ良さそうですね。順位単語はね、正直あそこワンパンライン超えてるモンスターだけで組んだらね、別に倍率とかもそこまで気にしなくていいからね。弱点当たりに行ってくれさえすればいいわけだから、うん、ですね。スピード型っていうのは多分移動距離も大きいだろうし、ただ気になったのがまあ多分さすがに超えてると思うけど、ワンパンライン超えてるのかなっていう、あこいつ自身がね、はい、これで超えてこなかったらまたなんか悩ましいところですよね。うん、スピード型だからちょっと懸念あるね、うん、まあでもさすがにスピード型でも最近2号は超えてくるか、はい、うん、なかなかでもいい、はい、期待できる、引いて使いたい感じかな、面白そうですよね、うん、はい、で、まあ、でもアップルとかも普通に使いやすそうだな、なんかワープのところで、うん、なんか珍しくシンプルなんだ、シンプルすごい珍しいよね、久々思った、うん、なんか普通に完全回線スクなんかはい、うん、みたいな感じで、まあ長距離打撃もはいってなりますね最近だと。あ、まあでも乗って強いか、ハンゾディで強いから、ハンゾディやつねってなった、うん、まあ多分神化が化けんのかなって思いますけど、確かにね、はい、こっち進化だもんね、うん、アップル、はい、じゃもう一個も一応紹介していくと、はい、リバティ、俺これ降臨で来ると思ったけど普通にガチャで来ました、ね、あ自分はなんか悪敵かと思ってた、うん、まあこれ強いでしょうね、ジューダスでこれもね言ってたし、はい、MSM アンチ W、 そう、アンチ W で見てる生産処理が、まあ、メイン友情の反射撃波6光属性ですよね、うん、これ強いんじゃないですか。メインの反射撃波6のキャラは腐んないもんね、うん、光で両方ギミック対応だから、ジューダス1本いたら楽になりそうですね、タコ処理ほんと便利そうだな、メテオセスもありますもんね、うん、まあでもあそこもなんかね、駆使放雷持ってる人は運枠積み放題のとこだから、うん、そんなに難易度的にね、うん、まあそんな楽にする必要はないんだけど、うん、まあ、こいつもなんかあれは期待だな、進化は逆に期待、そうですね、もしかしたらなんかね、うん、これアニメ出てる方のイラストですかね、うん、かな、まあ、うん、なんか新イベントのキャラって感じ、はい、ちょっと降臨が僕ちょっとまとめたいんで、あれですか、はい、降臨いきます、はい、はいはい、月球魚からゴッサム、ゴッサム進化神化、いいね、まあ、進化と神化でガラッとね、はい、イラストが変わりますけど、うん、光属性ですね、はい、まあ、性とかは出てないんですけど、うん、進化は結構かっこいいね、かっこいいですね、神化も結構人気でしたね、なんかイケメンキャラみたいな感じ、神化、うん、はいいっすよね、神化もなんか、うん、正規しかやばいね、正規しかやばいね、ヨシスネスはこれはあ確かに、で次、結局、はい、マキシマムターキーとネオン、えネオン可愛くない、あいいですね、なんかなんかネオン、うん、下裸っすか、タイツ、タイツ開いてるんだよね、はい、うん、まあ、これも、捨てとかは出てないんですけど、また降臨しますよと、はいはい、イベント自体が12月の2日土曜日からなんで、まあ、土日、まあ、土日なのかな、あと月土日完結な気がしますよね、ないよね、はい、日曜日の方で多分6時からと9時からとかで分かれるんじゃないかなと思ってます、
はい、はい、今回はだからこんな感じですね、うん、ですね。まあ、12月初めだから結構、はい、あとあれか、一応まあ今回お品書きには書いてなかったですけど、はい、ストライクロードっていうね、うん、まあ、ミッション達成型というか、なんか新たに、達成していったら報酬もらえますみたいな、あのハンターハンターの時にあったあのハンターライセンス挑戦しましょうみたいなのが、うん、ちゃんとモンスト版みたいなのが、ね、そうですね、出るみたいなんで、道辿ってくみたいな、ね、そう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 、ポイント貯めて道貯めて報酬もらえますよっていうのはね、はい、ディスオサリオです。報酬一部紹介しておくと、なんか全部でオーブが20個もらえるみたいな話は出てました、はい、あ、オーブもらえるんだ、はい、なんでオーブがかなりいいのと、あと更新玉、紙化できるやつ、うんうんうん、とあとコンテニュミン、はいはいはい、重流玉、はい、スタミナミン、はい、でワクワクミンがあるんですね。うん、だから結構ほぼほぼ、後から追加した新アイテム勢はここでじゃあなるほど手に入れてくださいねとかなんだ、まだワクワクミンがもらえるよとでワクワクミン、まあ、これもじゃあちょっと言っとこうか、うん、で、はい、モン玉がねもう、12月のが来てると思うんですけど、す、ね、モン玉で、12月のモン玉から、はい、おまけがこれねレベルを使用して、うん、これから以降全部ついてくるみたいですね、うん、はい、来ます。でまずレベル3、はい、アグナムート X が配信対象になって重心玉がおまけでもらえます。でレベル4、はい、アグナムート X とラファエルが配信対象になって、スタミナミンおまけ重心力の方がいいよね重心力の方がいい、重心力の方がいい。レベル5、さらに、まあ、いつも通りね、あいつはね、革靴チー来て、はい、ワクワクミン、ワクワクミンちょっとわらまき始めてきたね。いやこれね多分ね、思いのほか格土だけで興味付けができてて、みんなレベル5まで貯める、うわもう格土の時はみんなレベル5まで貯めてモンストプレイ量を稼げるでしょうと思ったら、思ったほかレベル2で回す人がいて、やべえ、いやもうコメント欄とか見てもね、スタミナ稼げねえってなって、スタミナ稼ぐための対策、うん、ワクワクミン大安売りキャンペーン、うん、カグツチより嬉しいっしょ、はい、でそう、その僕がツイート情報ツイートした時に、うん、よくやっぱいっぱい来たのが、うん、年末年始ってさ、うん、おまけあるじゃないですか。あるわ。俺ちょっとね、モンタマについたことであって、10連のおまけはさすがに重心力、あと重心流、その辺だと思うんですよ、うん、ただ今回最強玉あるじゃないですか。俺あそこのおまけでワクワクミンくんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。最強玉ないですかね。最強玉ワンチャンなんかその辺ぐらいまでやってきてくるかなってのもちょっと思いました。かクリスマスガチャでちょっと来るか、あそれはちょっとね安売りすぎんじゃないかな。いやさすがにワクワクミンはね、やってこないですかね。やったらやばい気はなって、もうそれはもうやりたい放題になっちゃうじゃないですか。もう特 L やばいじゃん、うん、大量生産、特 M がゴールになりますよ時代。ほんとそうだよね、はい、もうすでになり始めてるけどうん、まあ傾向もしかしたらね、その兆候かもしれないよね。確かにそのもう、うん、ちょっとそういうなんかちょっとワクワク味がね、うん、安売りして、うん、年末年始のガチャにちょっとワクワク味はやめてほしいっすよね。引かない人から、うん、あんま引けない人からにしたら確かにね、うん、差がそれによる差がちょっとやばいよ、ね、はい、ガチャでこれ以上差出すのは良くない気がするんですよね、うん、まあストーンの時点で差はついてんだけど、うん、まあそういう予想でした。まあ分けつくことにプラスしかないから、ね、うん、いいとは思うんですけど、うん、はい、はい、ぐらいかないいですね、うん、よくらいじゃないですか、はい、じゃあ内緒ニュース、はい、なんかあります。僕ですか、うん、アートス、まあここ完全モンス関係ないんですけど、うん、ガルパにフレンド募集が追加されたんですよ。あ、されたのついに、はい、でメインで開ける気ないんで、うん、サブチャンネルの方でね、うん、おそらくそのフレンド募集の動画を上げさせていただくんで、うん、もしなんかメイン見てくださってて待ってる方は、もしすいません、はい、サブチャンネルの方でしますよろしければお願いします。あ、じゃあ自分もそうだ、はい、意外にね僕動物の森やってて、動物森やってるんですか。ちょっとサブで上げようかなと思って。あ、いいっすね、うん、めっちゃいいっすねそれ。そう、ちょっと、はい、おいでよナウピロの森ちょっと一回だけちょっと反応ちょっと見つつね、分かんないんでちょっと やろうかなと思って、はい、白の森はもう伐採されたんで、ちょっと、うん、ぜひよろしくお願いします。あ、それちょっと楽しみですね、サブチャンネル。それちょっとだからちょっと見といてほしいなと思って、はい、僕がやってる、あ、僕もいるんですね。そうか、一応はい、なんでね、ぜひよろしくお願いします。はい、まあでもね、シンデレラ、
あのいろいろね、結構でも持ってる人多そうだから、シンデレラもやっぱり古い、ね、だってマリシテンが実装直後か前後ぐらいに出たキャラでしょ、シンデレラって。だよね、で速攻で抜かれたやつです。その時そうだよね、はい、マリシテンいけるじゃんってなったけど、SS レーザーじゃんみたいな感じですよ、覚えてる。レーザーバリア、そうレーザーバリアガンガンあるよねみたいな。なんでホームだけで攻撃しなきゃいけないんだよなった気がする。すごいよね、思い出があるキャラなんですけど、うん、シンデレラそれ賛否あればぜひ、はい、まあでもシンデレラだからね、女の子はやっぱシンデレラになりたいと思って、デレラよろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイッターもやってますしね、ゲームズのスレスもやってます、はい、でさっき言ったようにサブチャンネルもね最近結構上げてますんで、やってますね、最近ね、登録お願いします。よろしくお願いします。今回もゲームズはリピースタジオ4からお送りしました。はい、ピラでした。シロでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。